はやぶさは94フェリーボートが運航していた高速フェリー。愛媛県八幡浜市と大分県薄木市を結ぶ宝与海峡を横断する航路に就航していた。川崎重工がオーストラリアの AMD 社からライセンスを受けて建造した波浪貫通型高速総動船で国内初のウェーブピアサー線形の高速フェリーであった。就航当時、 世界最大のアルミ合金製フェリーで、海上公儀では、最大速力35.5ノットを発揮し、トラックの搭載可能なフェリーでは、世界最速であった。本船を、川崎重工は、川崎ジェットピアサー、94フェリーボートは、ジェットフェリーの愛称で宣伝していた。共有建造制度を利用して建造された、船舶整備工団との共有船である。 ウェーブピアサー線形の採用と同様軽減装置の装備により、高速性能と乗り心地を両立したことで、本線の建造における独自技術と社会への波及効果が評価され、シップ・オブ・ザ・イヤー94を受賞している。1994年12月21日、愛媛県岩田浜市と大分県宇杵市を結ぶ航路に、就航、1日3往復。 所要時間を従来線より40分短縮した1時間30分で運行した。1999年4月に引退した。大川海運物産が購入して、博多き津島航路に就航させる計画があったが、頓挫、長期停戦された。2006年2月に海外焙煎され、パナマ船籍となり、ギリシャのネルラインズで歩けようねと改名された。 2006年のイスラエルによるレバノン侵攻の際には、レバノンへの救出船として、デンマーク政府に要請された。2層の客室甲板と1層の車両甲板を持ち、短時間の航路ながら、特等室、2段ベッドの2等寝台も設けられた。推進システムは、船舶用、ディーゼル機関及び新開発のウォータージェット推進機、核4機から構成されており、 左右の総動部に2機ずつ配置されていた。ありがとうございます。